パッド・トーピー、パッド・トーピー、パッド・トーピー、1953年12月13日から2018年2月7日は、アメリカ合衆国出身のロックミュージシャン、ドラマー、ソングライター。ハード・ロック・バンド、ミスター・ビッグのメンバーとして知られ、他にも、ロバート・プラント、リッチー・コッツェン、マイケル・トンプソン、ザナック、ジョン・パー、ベリンダ・カー・ライル。 ジョニー・ハイランド、ビーズなど、セッション活動でも、数多くの実績を誇る。1953年12月13日に、アメリカのオハイオ州レイク郡ペインズビルにて生まれる。7歳の頃、ポルカバンドを見た際にドラマーを見て、夢中になり憧れ、2から3年後、ドラムスティックを買ってもらう。庭で小枝を削るなどして、ドラムスティックを作ったりもしていた。12歳の時に、 親の離婚が原因となり母、ジャニスの故郷のアリゾナ州フェニックスへ引っ越す。14歳でラディックの中古のドラムを手に入れる。その当時のバンド名は、ザ・スレイブス・オブ・サタン。高校の頃、一番影響を受けたドラマーは、レッド・チェッペリンのジョン・ボーナム。さらに、ミッチ・ミッチェルの影響で、ジャズの勉強もしたりと、独学で練習していた。高校卒業後は、 アリゾナ州立大学へ進学し、建築学と工学を学ぶはずだったが、クラブバンドのツアーへ出るために1年の猶予をもらい、建築現場で働いて、車と新しいドラムキットを購入。チェシェア CAT、ストアーズ、BE というバンドを経て、その後 CA のモントレーでザスピンを結成。ザスピンは8曲入りのデモと6曲入りのデモを制作、その全曲でパッが リードシンガーを務めている。モントレーではそれ以上先へ進むことができず、ロサンゼルスへ拠点を移しまた、デモを作ったが、レーベルに注目してもらえず、セスピンは解散。その後、7th Heaven というカバーバンドに入ったが、オリジナル曲をやるために 7th Heaven のギター兼シンガーのエリック・バーネット、チャック・ライト、ジョン・パーデルと組んだバンドが、エクスポージャーとなる。エリック・バーネットは、 薬物乱用の問題でクビになり、新ギタリストとして、ジーン・ブラックが加入、またジョン・パーデルに歌に専念してもらうため、キーボードプレイヤーとして、パッド・レーガンを迎えたが、結局エクスポージャーは契約することはできず、解散。1985年、リック・フィリップスからの電話により、ベリンダ・カーライルの仕事を紹介してもらう。ハリウッドの SIR でリック・フィリップス、ブレッド・ダグル。 ティム・ピアースとデオーディションを受け、1曲目の半分まで演奏したところで合格を告げられる。1986年、ダブルペダルを購入しバンナイズのアパートにて、シャイボーイでダブルキックの練習を始める。ブラッド、スウェットティアーズのボビー・コロンビーの紹介で、ザ・ナックのレコーディングに参加することとなり、ノース・ハリウッドにあるメイツ・スタジオでナックとアイオン曲をレコーディングし、 そのままバンドに加入。1987年、デイビッド・リーロスバンドへ行ったブレッド・ダグルを通じて、ビリー・シーンと知り合う。スコヨースクレイパーのツアー用のバックボーカルの録音に、ブレッド・ダグル、ビリー・シーン、デイブ・アマートラとの4人で参加その後、ビリー・シーンが新しくバンドを始めようとする際、ブレッド・ダグルがパッドをドラマーとして推薦する。1988年、 ある昼すでに、ビリーからメッセージが入る。ザーリーデリハをしている。アスコレルかエリックとポールが参加している。俺たちでバンドを組むつもりだ翌日スタジオへ入り、ジャミングし、ザウッドフィールドの、ユアラブを演奏。そして、ブレイムイット、オンマイユース、ロック&、ロールオーバー、ビッグラブを聴かせてもらう。一週間後スタジオへ入り、レコーディングを開始、一から二週間の間に、 ロックロール・オーバー、ビッグ・ラブ、ブレイム・イット、オン・マ・ユース、テイク、エイ・ホークを作る。デモはタワーレコードの真向かいにあるオフィスビルで録音された。1988年10月1日、ハービーからの電話でロバート・プラントの仕事の知らせを受ける。ドラマーのクリス・ブラックウェルがショーのスタートの10分前にシャワーの中で転倒して首を骨折したためその 翌日シカゴへ飛び、ロバートとジャーミング。11週半ものツアーの採用が決まり、11から12月第3週まで、ナウゼンツアーでアメリカとカナダを回る。また、ロバート・プラントのツアー中、ザカルトへの誘いもあったが、ミスター・ビッグが動き始めていたので断った。1989年にミスター・ビッグがデビュー。 1989年12月31日カレンさんと1年間の交際を経て結婚。1994年9月19日、来日公演のリハーサル中に39度の高熱と激しい腹板で倒れ、奥さんに付き添ってもらい病院へ行く。診断によると盲腸炎にかかっており、その影響で来日公演ではドラムソロが披露されなかった。 1998年、初のソロアルバム、オットマンアウトを発表。ビリー・シーン、ポール・ギルバート、スティーブ・ルカサー、デレック・シェディニアン、マット・ソーラム、グレック・ビソネットなど豪華なゲストが参加している。全曲のボーカル及びほとんどの曲のドラムをパッドが担当。1999年、ビーズのアルバム、ブラザーフド収録曲のギリギリ・チョップ、バージョン51に、 ミスター・ビッグのベーシスト、ビリー・シーンと共に参加。ミュージックステーションにも出演した。その他日本のアーティストでは、1996年に、高崎明。2002年には、英気、シャムシェードの作品に客演。2001年夏頃、バンド内が様々な事情で荒れていた時期に、パッドの母親ジャニスが肺炎で亡くなる。2002年2月にミスター・ビッグが解散。 日本での最終公演は2月5日の東京国際フォーラムホール A。2002年6月、リッチー・コッツェンのソロ公演にて、ベーシストのフィル・スーザンと共に、トリオ編成のバンドで来日した。このラインナップで2003年、2004年にも日本公演を行う。2002年9月8日13時35分、ロサンゼルスのシーダーズ災害病院にて、 長男パトリックエダントーピーが誕生。リッド・ミュージックの月間リズムドラムマガジンに2003年5月号から2006年3月号まで35回に渡り 2BE ビガーと題したコラムが連載された。2003年10月、ドラムクリニック及びサイン会のために来日。このクリニックを記念して、多摩よりパッドトーピークリニックアニバーサリー。 スネアドラム SAS455PT が100台限定発売された。2005年7月31日に、フジロックフェスティバルにてザ、ザナックのドラマーとして出演。ライブ中盤ではマイクを手にトリミスタービッグナンバーの2 b e w i o u を歌い上げ観客を驚かせた。2007年4月、ドラムクリニックが東京及び京都にて開催される。2008年5月22日に、 星野楽器100周年イベント、100年の鼓動に、サイモン・フィリップス、トミス・ナイダー、熊谷の明、小森圭司、スタイブ・バイ、ポール・ギルバート、マルティ・フリードマンらと出演。この頃から、右足がうまく動かせなくなってきており、左足でバスドラムを踏む練習を始めている。2009年2月、オリジナルラインナップで、ミスター・ビッグが再結成。2009年5月、 ミスタービッグデビュー20周年と再結成を記念し、パッドと P シグネーチャースネアドラム SAS1465PT が100台限定発売された。2009年6月、ミスタービッグ再結成ツアーのために来日、日本武道館、横浜アリーナ公演を含む旧都市中公演が開催される。2011年に日本で 東日本大震災が発生した際には、被災者へのエールを込めて、新曲を発表して、事前活動を行うなど、日本との交流も深かった。2014年7月23日、2年前より、パーキンソン病を患っていることを公式に告白。ミスタービッグ新作のツアーも通常の演奏ができず、代役として、マットスターが参加。パッドも同行し、3曲のみ。 ドラムプレイを披露した。2015年7月、エリック・マーティンの日本公演に、ギタリストのジョン・マクナマラと共にパーカッションを呼び、コーラスとして参加した。このツアーではファンがプレゼントしたギター型画本、ギター本が全公演で使用された。2017年9月、ミスター・ビッグのツアーに同行し来日、主にパーカッション担当で参加し、病状のためドラムプレイは、 ジャストテイクマイハートの一曲のみとなった。日本武道館でパッドの人生を紹介したアニメーション映像が舞台広報のスクリーンに映し出されると、客席から次から次へと溢れ返る拍手と歓声に、オーディエンスの前で初めて涙した顔を見せた。最後の日本公演は10月5日、ブルーライブ広島。翌10月6日に、関西国際空港にて、 ミスタービッグが次の開催国へ移動する際、レーベル担当のワウワウエンターテインメント深美氏が、次は2019年の30周年ツアーで会うんだよね。と聞くと、次は無理か知れないみたいな意味のことを言ったとのこと。同年12月4日、ビリーシーンの地元ナッシュビルにて開催された、ドラマーズジャム11にビリーと共に出演。公式のライブでは、これが最後のものとなる。 2018年2月7日、わずらっていたパーキンソン病の合併症により死去。64細胞つ。死去した場所などは不明である。2018年2月15日、ロサンゼルスにて、パッドトーピーの葬儀が行われた。エリック・マーティン、リッチー・コッツェン、マット・スター、ギルビー、クラーク、フィル・スーザン、マネージャーのティム・ハイニーなどが参列し、 ビリー・シーンの奥さんをエリザベッタ・ラがスピーチを行った。2018年5月23日カリフォルニア州、アゴーラのキャニエンクラブにて、ミスター・ビッグフレンズ・セレブレイト・ザ・ライフ・オブ・パット・トーピーと題した、パット・トーピーのトリビュートライブが開催。この公演には、ミスター・ビッグの他に、リッチー・コッチェン、チャック・ライト、ギルビー、クラーク、マット・ソーラム、デーブ・アマと、 リッキー・フィリップス、ブレッド・タグル、クレック・ビソネット・ラ・パットと関係の深いミュージシャンが参加した。6.5インチのブラスのスネアドラムは、1988年にロバート・プラントのツアーに参加した時に手に入れたもので、タマのシェルにラディックのインペリアル・ラグを装着したもの。この頃から10、13、15、16がパットのタムのサイズの基本型となる。 このツアーよりダブルベースドラムからシングルベースドラムへ移行する。ただしフロアタムが一つ増え、2タム3フロアのキットとなる。ベースドラムサイズは出回っている資料には26インチと書かれてあるが、ライブ映像などを見たところ24インチの可能性も考えられる。1995年真夏にスタートしたホースアルバムのレコーディングは、 約7週間の制作期間にて行われた。パッドは、タマのアートスター E を使用。材質はメープルらしい。バスドラムは、ほとんどの曲で24インチを使い、大きくて、広がりのあるサウンドを狙い一部で26インチも、使用した。スネアドラムは6.5インチと5インチのブラス。シンバルは14ニュービートハイハットを2個、16、17、18。 19のクラッシュの4種類を2個1組で持っており、曲によって1種類選択して叩いたとのこと。エトセトラ、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。